アライドプロパティーズ有限講師、シャック、エンカレクトは、主に、香港と中国において、消費者及び投資家向け金融サービス、不動産賃貸、ホテルの運営、管理、投資を目的とした、不動産開発及び販売などの事業を行っている、会社。APL は、1960年7月に、新、チャンインベストメントカンパニー、リミテッドの称号で、 香港に設立され、その後、1980年12月に、新、チャンプロパティーズ・リミテッドへ、称号変更後、1987年1月に、現在の称号に変更された。1981年にシャック・エンカレクトに上場。1988年3月に、鹿島建設と合弁で、アライド・カジマ・リミテッドを設立。1991年、 この合弁会社による開発事業で、アライドグループリーミテッドや APL などグループ企業の登録住所地となっているオフィスビル、アライドカジマ BLDG を建設した実績がある。3分会の株式61.43%を保有しており、3分会を通じた不動産投資及びノンバンク事業も展開している。中国本土での不動産開発、投資については、 APL が大株主となっている、天安ンンチャイナインベストメンツカンパニーリミテッドが担当している。天安ンンチャイナインベストメンツは、ソーセメント、鹿島との合弁会社。中国本土で、マンション分譲、オフィス、商業施設、工業団地等の開発を展開し、2006年には、オリックスが約10%の株式を取得し資本参加している。 2019年12月末時点の総資産は605億3850万香港ドル、従業員数は2402名を有する。レファレンス、アニュアルレポート2019引用、インベスタープレゼンテーション引用香港の企業一覧アライドカジマビルディング、実績集。ありがとうございます。